レベル弱くね、クラミン弱くね、レベル15になったご飯が一気に浮き消せるよ、こんなん一個消えた、一個消えた、一個消えた、もう一個、もう一個、もう一個、あと3つ頑張れ頑張れ頑張れ、時間かかるわ、この子なので皆さんも一緒に盛り上がってください。はいはい、大好き大好き、はい、大丈夫ですか、なんかすごいの聞こえた、大丈夫ですか。はい、それじゃあね、早速この曲でくるみんが一番ね好きな曲なんだよ。はい、ということで聞いてください。ハキモシ星のように心まで綺麗にしてくれるような、そんな自分でいたいや。リムハート握りしめていこう、さあさあ始めよう心のお掃除を。Yeah!
絶対に来てください。お願いします。お願いします。
ているので、はい、詳しくはブログ、ツイッターにて名古屋クリアスと検索してください。お願いします。お願いします。ジャカジャンな、ということで、はい、最後の曲にダメ、あとでいっぱいあるの。はい、ということで一番最後の曲に行きたいと思います。決め台詞を行きたいと思います。はい、みんなごめんのポイント。
声だぞって言ったら大きな声ではいって言ってください。それではいきますよ、みんな、ゴミのポイ捨てはじゃあダメだぞ。はい、よくできました。私たちお掃除ユニットゴミやクリアでした。ありがとうございました。本日は名古屋クリアーズくるみんの生誕ライブにお越しいただきありがとうございます。4月から高校生になるくるみんのためにアンコール言っちゃってもいいですか？いいです、いいです、いいですよ。アンコール、クルミンコールでお願いします。クルミン、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 ということで、まあ、先ほども言ってもらいましたが、まあ、真面目な一言をもらいたいと思います。あ、そう、真面目な大人っぽくなるのと、大人っぽくなるのと、あと15歳になってもそんなあれだね、高校生がいいのか。あ、そうですね、高校生が始まるので、じゃあ高校生になるので友達ができたらいいです。はい、切実に友達を作りたいです。はい、そう、俺と友達？あ、別にいいけど。ダメだ、ダメだ、ダメだ。はい。まあ、14歳よりも真面目に生きていこうと思います。そうだね。はい。友達いっぱい作るだけ。友達いっぱい作ります。はい。120人ぐらい。おお、やべえ。学年、学年。一学年、全然。富士山の上でおにぎり食べれる。富士山？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 120人乗っても大丈夫って。うん。うん、20人オーバーだね、それ。20人オーバー。うん。ダメか。物置の CM ね。100人乗っても大丈夫っていう CM があるね。はい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 。私ね、くるみにね、ちょっと新しいものがね、あってね、はい、おや、なんだ、おや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 なんか、そういうナレーションあるよね。おや、おや、あ、おや、あれ、なんか、そのモノマネしてる人もいたよね。あれ、なんかいた。まあ、あるにしといて。なんだってなんだって最近聞こえない。これ聞いた時、ちょっと心の準備あったけど、なんかさ、ならいいよ。行こうか。あ、はい。はい、うん、うん、うん、何？
何そんな期待しんで、ちょっと袋は違うんですけど、違うの、ちょっと中身がすごいくるみになんか合いそうなものをちょっと集めてみまして、集めたの、はい、でこのと込めてあるやつは自分でちょっと作ってみました。すごっ。シュシュなんで、まあ、使えるかなと。ポニーテールの車を使って、はい、使うのなんで、はい、ぜひどうも使ってください。ありがとう。また高校生になったのでね、まあ似合うかなと。大丈夫、ちょっと違くて、じゃ似合わない的な感じの、ちょっとまあちょっと合うかなと思い。本当に、はい、なんだろう、楽しみにしとく。楽しみにしとく。オッケー、だからはい。
ファンのみんなと、はい、楽しみプロジェクトの人たちのこと、はい、覚えてるやつです。おー、はい、ラッキーです。すごい、いっぱい、すごい、ありがとう。おすごい、これすごい、いろんな人から、いろんな人から、すごいね、めっちゃ、ありがとうございます。一言、すごいね。まあ、家帰って、いっぱいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。え、長文？短文？はい、思ったことは、まあ、あんまり今年の誕生日は誕生日って感じしなかったんですけど、うん、掃除したとき、うん、まあ、掃除楽しかったよ。寒かった、うん、そう、バースデー掃除ね、うん、そう、ちゃんと晴れてくれたっていうね。晴れ、まあね、うん、私がいたからね、うん、おはりいなかったしね。そう、おはりいなかったね、いとったじゃん。雨女がいなかったから、はい、はい、そう、おったじゃん。無事サニーデーになったんですけど、まあ、そうですね、そうですね、うん、で、生誕祭が、まあ、今日あって、うん、で、なんか、なんだろう、すごい色紙とか見て、すごいいろんな人が準備してくれて、こんな私のために生誕祭を開いてくれてありがとうございます。なんか、ちょっと今国語力が足りんくってあかんわ、うん、ちょっと歓喜あおってるね。そう、ちょっと今危ないね、危ない、ルイさん危ないでしょ。言い方的にそう思った。うん、うん、危ない。もうちょっと喋ったら泣いてば、だからやめときます。うん、泣いてもいいよ、泣いていいって。いや、いや、あのね、私のポリシー的にね、ちょっとね、ダメなんだよ。泣かないよ、すぐ泣き、弱虫だよ、すぐ。いや、でも、だいぶ強くはなったよ。さ、だってよね、うん、だいぶ強くなりました、これでも一応、はい、めっちゃ、はい、13歳に入ったんですけど、そう、入った時13歳だったんです。あ、その時と比べて、全然泣かなくなりました。いいことなのかな、多分強くなって。強くなった。で、レッスンとかしょっちゅう泣いてたからね。本当に泣いてた、毎回泣いてた。で、泣いて帰ったりしたからね、こっちに。一緒に行った時も言ったけど、そう、自分できなさすぎて、そう、怒られちゃって悔しくて泣いて、40分ぐらいトイレこもって、そう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 、で、ゆいりとかに電話してさ、まあ、結局帰れって言われたから、じゃあ帰りますって言って素直に帰ったんだけど、いや、そこは帰るなよ、話だった。いや、でも、聞いて。そう、で、地下鉄まですごい近いんだって、入り口までが。そこをね、1時間かけて歩いてたわけ、自分で。そう、そうなの、そうなの、あ、ほんま、なんか本当だったら10分ぐらいで、こっから花山さん分ぐらいの距離で行けるんだけど、なんか、他に山ちゃんぐらいの距離だよね。そうだね。そう、もう、すっごいなんか、帰り道なんか、雨だったんだよ、その時。雨だったのに、なんかね、10分に1本ぐらいな感じのペースで、おせえ、そう、ほんとショックだったんだろうね、多分自分のできなささずに。この子、頑固で、あの、人に言われたことをなかなか認めない子で、それでユーミンって言わせたのね。そう、めんどくさい子ですよ、ほんとにもう。世話がかかる子ですわ、もうね。もう、そう、親とか大変なのにね、育ちましたよ、15年見事に。おーじゃないよ、おーじゃないよ、ちょっと。で、もうメンバーもそんなわがままに、なんかいろいろわーわーやったりしながら対処してくれてね、ほんとに。なんかから見たら私なんてもうガキだもんね、ほんとそれ。そう、私だとしたらだって5歳相手にしてるんだよ。だってさ、うちの10個違うんだよ、ね、そう、10個も違うんだよ。びっくりだよ。おね、でも、まあ、まあ、くるみも、まあ、幼いっちゃ幼いんだけど、もう一人いるから、私、あなたよりも、私、わざわざ20歳だから、もう一人いるから、別に、まあ、小学生くらいのなんか、ね、お酒飲めるよ。だから別に全然、あ、苦にならないと。うん、あ、そう。あの子よりはその子でしょ。でも、なんか、パン
になるとちょっと大変。え、みつきとスーカも揃うとめっちゃ大変。険しい。でも1個やって、その4人の中で私が一番大人の魅力出てる。私は大人の魅力。いや分かんないでしょ。春も分かんないです。あ、髪の毛かかる。まあいいけど、どうでも。はい、まあそこは置いといて。本当に、まあね、もうずっとなんか、そのお掃除っていうからずっとクルミ15になってから大人になったみたいな。でもひたすらずっと喋り続けてるから、なんかいやめっちゃ一番静かなんだよ。一番静かだよ私。これで一番静かやったら日本崩壊やるからね。でもオハリよりかは静かな自分やるから。静かで言ったけど、うん、おいえ、はい、めっちゃ静かやね。オハルようさんが言いたいことです。あ、本当に？どうぞ。あや、あや、喧嘩のか、おはるんに喧嘩のか。はい、はい。なになに、なに、どうぞ。うん、なに、せーの。Yeah.
Thank you.